キャスター角谷明子の角が立つほど伺いますさあということで今週も角立つやってまいります、はい、でこの番組はですね毎週土曜日の朝9時30分から10時30分に7チャンネルの BS テレ東で放送しています日経プラス9サタデーニュースの疑問の番組内でお伝えしきれなかったことをお伝えしていこうというコンテンツです今日も山川さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします さあ早速参りましょう今日のテーマはこちらです脱炭素で電気代どこまで上がるということなんですが。 本格的にだんだん寒くなってくる季節がやってきますけれども電気料金の値上げというのが止まらなないいんでですよね電気だけじゃないでしょうかそうなんですその辺りを伺いたいんですけれどもあの特に今年寒くなるということも予測されていますので、うん、いろんな資源価格エネルギー価格が上がってしまっているというところに。 一体なぜなのかそしてそこにどんなリスクがあるのかというところをこの方にお話し伺います今日のゲストはマーケットリスクアドバイザリー共同代表の新村直弘さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやあの、はい、新村さんはですね、うん、私実は新人時代から担当していた朝のモーニングサテライトという番組で,、うんうでね、もうずっとゲストでご出演いただいていたので久々にご一緒できてとっても嬉しいですお元気そうで <laughs> もうこの絵柄がもうでも今日うはまたちょっと猛てとは少し角度も違ったところでお話を伺えるかなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。ということで一つ目の質問はこちらですじゃん、うん、原油価格どこまで上がるということなんですがまずは私の方で現状を確認しておきます。うん 電気料金から見ていきましょうこちらですね上がる電気料金と書いてありますが2021年の1月今年の1月からまあ12月にかけて、うん ぐいっと右肩上がりなんですね12月の料金、あそこにありますけれども、うんまあ、沖縄電力、東京電力、中部電力ではほぼ1年間で1000円ほど値上がりしているということであ<ー>、まあ、これの理由としましてはいろいろあるんですけれどもこの燃料価格が電気料金には自動的に反映されてしまうというこの制度とあとは再生可能エネルギー発電促進付加金。 いわゆる再エネ付加金というものが上昇しているというところそこが上乗せされてしまっているというところもこの電気料金が上がってしまっているご家庭で月々1000円できついですよねきついですよね,ね<ー>というところがありますそしてもう一つ見ておきたいのがガソリンや灯油の価格ですね、うんうん、こちらも見てみましてもコロナで落ち込んで以降上昇し続けているわけですねガソリンは 現状、発症続けて、上昇していて、今年1月からはなんと2割、上がっているということです。うん、そして、寒くなる冬に需要が増える、灯油も、このように、上昇してしまっています。灯油は必需品だからね、あの特に寒い地域は、寒い地域は本当に気になるところだと思います。うん、ということで、新村さん、はい、そもそも、どうして、このように、電気料金、燃料価格、上がってしまっているんでしょうか。はい、えっ、ー、と、まず、これ、あの、まあ。 番組の方でも言いましたけども、えー、そのコロナの影響で景気が悪くなったので、はい、景気の刺激をしなければならないねということを世界中でやったんですけれども、うん、同時に需要がまだ戻ってないから生産を増やさなくていいよねという話になっていたわけなんですね。はい、ということなのであの需要が増えていく中で、まあ、供給が今追いついていないという状態が、うん、まあこの価格上昇をあのもたらしているわけで,、はい、でさらにここにあの来るのが、まあ、これ去年から続いている話なんですけれども、えー、去年の夏猛暑だったんですね。はい で今年の冬、あのまあ、年初ですね、減冬だったんです、北半球みんな、はい、で今年の夏が猛暑でした、さらに今年の冬が減冬ですということで、えー、と猛暑、減冬、猛暑の中で、在庫が足りなくなってしまっているっていうのも、これ、非常に大きな要因の一つなんですね。あ<ー>なので、まあ、これがあの原油の価格を押し上げて、まあ、電気の価格やガソリンの価格を押し上げているということになるわけなんですが。はい 大事なのがあのこれ電気の価格っていうのがあの今市場で取引されてるニュースでやってる WTI がいくらいくらです、はい、って言ったのから半年ぐらい遅れてあの電気料金に反映されるので半年ですかそうです、うん、なので今の価格はでだからまあ11月ですよねもうすぐですから5月頃の価格であの決まってるので,で5月から1回下がってるんですよ。 原油の価格でその後また上がっていくので一旦一服した後でまたあの冬の終わりぐらいから上がってくるってそんなようなイメージになるんじゃないですかね。計算すると電気料金何月ぐらい2月ぐらいですかそそうですね、えーはい、それぐらい まで若干頭打ちになった後、またその後上がっていくって、そういう流れになるかと思いますね。じゃ、その大元になる原油価格は、ではどれくらいまで上がり続けると、ご覧になってますか。うん、さあ、難しいですね。<laughs> <laughs> えっとですね、なんでかっていうと、ええ、その結局その供給能力の制限がありますねという状態で。需要が増えてしまった場合。 もういくらでもいいから売ってくれって話にこれなるわけなんですねでそうなってきて本当に足りないですよって話になるとそれこそよく巷で言われている100ドルですとかっていうこともこれはないことではないんです ですけれどそういったことが起きません要はそ,の、はい、そういったことって何かというと現状においてはその景気がもうすでに実を言うとピークアウトをし始めているタイミングただこれ景気の循環に伴うあの調整なのでそんなに大きな調整にはならないと思うんですけれども、えー、まあそれが起きているので基本的な需要は増えてないんですよね増えてないというかあ,のあ,の、まあ多分減速していく方向性だと思うんですよね。はい、なのでこれ以上増えるという話になると想定よりも寒いですということが起きた場合。はあ ででもこれってわからないですよね門田さんも前お天気やってましたけど <laughs> <laughs> あの当たる日と当たらない日があるわけですよね。でこれは23か月の予報を正確にっていうのは相当難しい、うん、なのであの調整があるんですがもうすでにあのいろんなものの在庫の水準が少ないと。 いうことを考えると、そんなに大きな調整には多分ならないだろうなと思うんですよね。うん、まあなので、今が一応、あのメインシナリオはピークで、あの年明けぐらいから下がっていってで、また春先ぐらいからまあ多分コロナで移動制限が多分解除になってくると思うんです。だんだんねで、そうするとそっちの需要が増える形になるので、また上がっていくというような流れになると思いますね。<ー>となると、まあ私たちの生活により密接に関係するのはガソリン代です。とか電気料金ですよね。うんはい ガソリン代は1リットルあたりどれくらいまでというふうにご覧になりますかさあそれも難しいんですけれど、<laughs> あのどこまで上がるか <laughs>、ええ、あの結局そのガソリン代はあの現在取引されている原油の価格から3週間からえっと1か月ぐらい遅れて反映されると、はい、でこの間円安も進んでいますので多分まだ上がると思うんですよねあ<ー>。であの過去最高値は確か181円とかそんなもんだと思うんですけども、はい、そこはいかないんじゃないか って思われてはいるんですけども、まあ今後の気温次第で価格が上がってしまうんであればないことはないなと。うん、まあ多分170円台の半ばっていうところまでは行くんじゃないでしょうかね。うんうん、やっぱり天候に左右される部分がとっても多いんですね。うん、はい。まあそれとね、2008年だったかな。確か1、ええ、あのこれあのつけた時があったんですけど、はい、も、あの一度あの、はいね、最高値ですか。最高値、ね。ええ、その時は確か円。はい 高だったんですね。ああ、そうなんですか。うん、今度は円安だから円安と条件が入ってううダブルパンチですよね。はい、は輸入コストという意味ではね。ええ、うん、新浦さん<し>そのあたりいかおですか。そうですね。あのあの時確か108円とかそんなもんなんですよ。為替<ー>が。そ今そこが115円116円という状態ですから、はい、まあ。 そうですね。七八パーセント高い状態ですか。ということなので、あの為替の要因もガソリンの価格を押し上げる可能性はありますよね。うんそう、ま、はい。どうぞどうぞ。はい。新村さん、そのマーケットへのリスクを考えていらっしゃるわけですけれども、うんはい、このインフレがもたらすマーケットへのリスクというのはどのように今ご覧になってますか。はい。えっ、ー、と、はい、まあちょっと怖いなと思っているのが、えー、あの今 FRB とかの話を聞いていると。はい あの多少雇用が遅れたとしても、あるいは不動産セクターが減速したとしても、インフレを抑制するためにあの利上げを早く行わなければならないかもしれないっていうような言い方をしているんですよね。で過去のそのアメリカの金融引き締め、そのテーパリングから後の利上げの局面で何が起きたかっていうと、中国であの 上海株ショックも起きて、うん、でかつ、その間その中東での,いやあの中南米ですとかあの新興諸国でのインフレが起きてあの国が不安定化したということも起きているんですよね。うん、ということが起きると、まあまあ、あの株式市場等々にも悪影響が出てきてということもあるのであまりこのエネルギーの価格の上昇が続くようであれば世界経済全体への影響というのはよくあの悪いインフレって、ねうね、言いますよね。はい、それで その不景気の中でのインフレが進行するの、まあスタグフレーションという言葉も使いますけど、はい、そういうリスクというところまで考えるべきだと思いますねあのヨーロッパとかアメリカだとなんだかんだその資源の価格が上がったものは最終価格にあの転嫁しますよというのが、まあまあ、文化というわけでもないんですけどな、まあ、なんんとなく浸透はしているんですよねでそれに対してやっぱりその失われた20年だと言われている中で日本の個人消費が弱い。 でその中で資源の価格が上がった分をそのままあのお客さんに転嫁して最終価格に転嫁しやすぐできるんですかというとこれ、なかなか難しいんだと思うんですよね。うん、ということで今のままだとまあ企業業績の圧迫になるで企業業績の圧迫になってくると多分あのそこで働いていらっしゃる方々の,あのお給料にも影響が出てくるということになりますのであのなかなか日本が置かれている状況というのは厳しくなるんじゃないかなと思いますね。うん、ちなみにに近いいとところで言まますす月4日にオペックプラスがあります はい、ここではどんな動きがありそうですかえと今のところニュースで流れているベースだと,、えー、とサウジアラビアは、えー、と予定されている40万バレル以上の増産をする気はないと。 いう感じになってるんですがまあ日米をみんなが頼むから増産してくれということを言っているのでもうちょっと上増しがあるんじゃないかなという気がしてはいますですけれどあのそれにしてもですねまあ多分ある程度は下がるんですけれども下がった原油が自分たちの手元に手どこ届くまでにはさっき申し上げた時間差があるんですよね結局ガソリンだって1ヶ月電気ガスだって結局6ヶ月遅れるわけですからまあ今のこの危機を乗り切るための価格下落 価格下落が我々に対して恩恵をもたらすというのはまだ先の話にこのエネルギーの不安定さというところにもう1つ要素として見逃せないのが世界の脱炭素への流れですよね。つ目の質問はこちらです 脱炭素で電気代上がるのということで今日の大きなテーマでもありますけれども、はい、まあ世界では温暖化ガスの削減目標を掲げているわけですちょっとこちら見てみましょうこのように日本アメリカイギリス EU 中国と2030年35年までにこれだけ大きな目標を掲げているわけですよねでこの温暖化ガスの削減の目標があるんですが まあちょっと具体的にグラフでも見てみましょうかこのようになっていますこのように2050年には実質ゼロにしていこうというグラフも出ています、まあ、もう世界が大きな流れとしてこのように脱炭素の方に流れているんですけれども産油国でもこのように脱炭素の流れがあるんですよね。 こちらサウジアラビア、モロッコ、エジプト、UAE とまあそれぞれ水素ですとかアンモニアの生産というふうに脱炭素の流れを進めているわけです。うん、新村さんこの脱炭素の流れというのは電気料金にはどういうふうに影響してきますか。うん、はいえー、っとまああのこれ 大きい枠組みで整理をすると脱炭素って結局どういうことですかというと使っているエネルギー源を強制的に変えてくださいということをやっているわけなんですね。それって経済的に考えると結局、設備投資をあのしなければならないでそうするとその企業の負担が増してくるじゃあその企業の負担を全部企業で吸収できるんでしたっけとっいうとまあさっき言ったような流れですのでそこは最終消費者に転換していかなければならないねという話になってくる。つまりその再生可能エネルギーでできてきてた エネルギー電気とかガスに関しても結局は販売価格にこれは転嫁をしていくという流れにこれはならざるを得ないんだと思うんですね。はい、なので多分ベースの価格は上がってくることになると思います<ー>でもう1個があの今回のヨーロッパの、えー、とまあ厳冬の,のガスパニックがあの象徴していますようにその脱炭素が完全に終わった状態が一体どんな世の中になるかっていうのはなかなか難しいんですけれども何かあった時のバックアップがなければならないね。 でその時には結局みんなあの同じあの燃料に行くわけですよ、まあ、結局 LNG ですとか天然ガスですとか、はい、まあ場合によっては石炭重油なんてものも使おうかって話になるのでそちらに向かっていかざるを得ないでそうすると何が起きるかっていうと価格の変動性がが異常に上がるんですよねその時にバーッと欲しいですって多分そういう時ってですよ、はい、でもそれが終わればもういらないやってってバーンと下がるってことになるので。 ベースの価格が上がりつつ、うん、変動性がさらに高くなるというのが、あの、多分脱炭素によって起きることなんだろうなと思いますね。はい。あの原油価格というのは、今までの、まあ歴史の中で周期性を持って変わってきたと思うんですよね。はい、ただ、ここにこの脱炭素の流れというのが加わることで、もう新たな周期になっていかなければいけない状況なんだと思います。そのあたりはどういうふうにご覧になっていますか。その周期っていうのがどうかっていうところなんですよね。えーはい、で、かつ、その脱炭素で使ってくる。 エネルギー中東でも住んでますよって話をしたんですけどもそれって結局原油由来の水素ですよねってそういうことなわけですよね。そうするとあの多分そこの価格の周期性っていうのはあ,のまあ,あんまり大きく変わることはないんだと思うんですね。て言いましょうかその 大体ですね、この2000年以降の価格の動きを見ているとあの価格の上下というのはほとんど景気のに連動する形で上下をしているんですよね。はいうん、今上がっていますけれどもたい4年3年8ヶ月から4年ぐらいの周期でそのピークが訪れるんですが。うん 4年前だと2017年ぐらいこの時も結構あの原油の価格高くて、うん、でその4年前だと,えっとオペックショックがあった時ですよねでその前って110ドルぐらいあったわけですからでさらに4年前はルイーマンショックの前の140ドルをつけた時ということなので多分この循環って何で起きてるかっていうとどちらかというと経済学的にいうとそのきちん循環サイクルですよね在庫の投資循環サイクルがもたらしているあの景気の山谷なので多分これはずっと維持されることにこれなるんだろうと思いますね、うん。 一つね、一般目線で考えればあの再生エネルギーにこう需要がどんどん、まあのうん、みんなが走っていったらその分だけ今まで頼っていたその火力のところというのは、うん、まあ供給が余ってくるので、はい、価格は安くなっていくのかなと <laughs> 普通に素人目線では思っていたと、はい、それから日本はどちらかというとやっぱりその急激にあまり再生エネルギーに振っちゃうと。その いわゆるあのエネルギーコストが高くなっちゃって企業に圧迫を与えるので、うん、だから、緩やかに慎重にこうシフトしていこうという考え方だったじゃないですか、うん、ところが今、目の前で起きていることはその火力のところもエネルギー価格がこうやって急騰しちゃってもうコストアップになっているしかもまあここはもう全量輸入している状態ですからまあ経済安全保障上もまあもう,もう何とうか上がりますと言われたらもうそれをまあそうですかと言って受け入れるしかない状況ですよね。うんはい これは相当、日本として想定が狂ってきた感じがするんですがそこをどうですか。 うん、その通りだと思うんですよね結局資源がないので、まあ、だからあの脱炭素であの再生可能エネルギーでっていうそういう文脈だったと思うんですけれどもまあまあやっぱりそのソーラーにしてもやっぱり風力にしても不安定なので何かしらのバックアップを持たなければならないねという状況に関してはこれも全然変わらないわけなんですよね。うん、でまあ,あの相当議論が分かれるのでいい悪いじゃないんですけれどもそうすると自分の都合であの エネルギー供給ができるものっていったらやっぱり今言ったそのエネルギーの凝縮度が高い。 石油とか L とかか LNG あるいは場合によってはその原子力化って話になるんですけどこれも使わないよねって話になってくるとまあまあ相当厳しいことになりますよねで結局その脱炭素に使うための再生可能エネルギーもじゃあバイオ燃料ですよって話になってきたらこれも外から買わなければならないでその時のバイオ燃料って今多分今あの主に使われてるのってパーマ油なんですけどもそれも天候の影響を受けるよねってことになるので実を言うと化学変動リスクフリーになるってわけではないっていうことなんですよね。 うん、で、もっと言えば電力供給がある程度不安定化する可能性が出てくるので、はい、まあそうなってくるとえっ、ー、とその化石燃料云々かんぬんじゃなくて、電気料金の変動性のがさらに高くなってくるということは、これ十分あるだろうなと思いますね。だいぶあの計画とは違う。世の中にあの世界になっちゃう可能性はあるんじゃないかなと。うんうん なんかそういう中で今回のようにこの資源が軒並みこうやって上昇してしまっていると、うん、じゃあどこかに逃げ道があった方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、うん、あの石油・天然ガス開発へのその投資の部分のちちょょっとグラフ出ますすででしょうかこ、ね、こらねの温暖化対策でやはり石油・天然ガス開発への投資の縮小というのがもう2015年から見るとぐぐぐっと減ってきているわけですよね。うんはい まあ、投資というのはその先を見据えてするものですから、では現状、こうなってしまっているともう、はい、カーボンニュートラルって言われているわけだから、はい、やっぱりみんな投資は控えますよね、こっちの石油だとかが、SDGs だ、はい、ESG 投資だ言われていると、お金もどんどん流れなくなっていって。はい、ということは、じゃあ、この先、エネルギーの逃げ道というか、うんうん、どういうふうにやっていこうと考えているんですかね、うん、世界は。 今のところその IA とか世界あのまあそういったあの調査機関が出している見通しだと、はい、いやいやそれは大容量のバッテリーを作るから大丈夫なんですっていうそういう説明になってるんですね。うん、で何か足りなくなった時にはバッテリーに充電してある電気でなんとかしますよと。はい、けど冷静に考えるとあの充電してないとそれは空っぽになっちゃうわけですよね。うん あのでもっと言い出したらもともと鉛の蓄電池って昔からあるわけですけどもそれも結局大容量化がなかなか難しいから使えなかったよねということがあってということなのであの多分なんだかんだであの自分が都合がいい時にエネルギーが供給できる仕組みっていうのは維持しとかないとダメっていうことになると思うんですよね。うんはい、なので あの今、そこの投資が減っていってるというのはその脱炭素ということよりも今回はその原油の価格が下がっていって採算性が悪くなったので増産をしていません投資をしていませんというのが多分これ答えではあるのでもし原油の価格がこれからぐんぐん上がっていきますよということになるのであればいくら脱炭素だといったとしても多分ある程度の投資は私行われると思うんですよね。なのであの何でしょう例えば 動で例えばそのヨーロッパでエネルギーの供給ができなくなって人が亡くなってしまいましたなんてことが起きてしまってからではもう遅いんですよね。っていうリスクを考えるんであればまあ,ある程度の激,変あの激変緩和措置っていいますかあのすごい意欲的な目標を立ててますけどもそうじゃなくやるべきではないかっていうのは個人的には思ってきてでそれ今回の COP26 でもあの中国まあインドも日本もあのもうちょっと緩やかにしてほしいって言ったのはまあまあ それは、まあまあ、妥当だよなと言いますか、まあ、当然だよなという気は個人的にはしますね、うん、そういう中ででは日本はこのエネルギーの安定供給のためにどうコントロールしていけばいいんでしょうかえっとです、ね、まず、えっと、一番大事になってくるのがさっき申し上げた通りで,でまずこの数量の議論。 その量が確保できますすすかかとといいうううう議議論論価格をどうしままつあると思うんですよね、はい、でまずそこの数量のところをなんとかするっていう意味でいけばまあ従来型ですけれども省エネをできる限り進めていきますよエネルギー効率を上げていきますよっていはまずいってまあこれはもう多分必須なんだろうと思うんですよね。かつあの価格の変動性が増しますねっていう話になってくるのでまあここをどうやって回避をするか。 まあ先物取引とかそういったものとかあるいはそのサプライヤーに対してあの固定の価格で売ってくださいみたいなことをやるっていうのをまず考えていかなければならないっていうのがありまして。なのでそのどうしてもその 物が調達できません価格が上がりましたっていうのが同時に議論されているんですけれども、うん、ここは切り離して考えてとにかく数量は確保できるためにどうするかということを考えるということと、うん、それに対して付随して発生してくる価格の変動をさあどうするんですかっていうのを多分両方やっていかなければならないと思いますし、うん、でかつ万一の時のことを考えるとまあ バッックアップですよね石油とか石炭とか原子力とか、まあ、原子力は非常に批判がありますけれども議論をしておくこと要は何かあった時に稼働させなければならないねという議論を今のうちにしておかないとこれあのいざそういう状態になってからやろうと思ったって無理な話なんで,で議論ぐらいはしておかないともうそろそろまずいのではないかなという気は個人的にはしますね。はい 本当にこのエネルギー価格、資源価格というのはその価格の変動から私たちの生活、電気料金、うん、ガソリン代に転嫁されるまで少し時間がかかるものですから<ー>きちっとその動きを見ていないと生活に、うん、あれ、こんなことになったい<や>というふうになってしま,いますねうです。新村さんたくさんお話を伺いいまましした。た。あありりががととううごござざいました。 で日経プラスナイサタデーニュースの疑問は BS テレ東で毎週土曜日朝9時30分から放送しています。ぜひご覧ください。ツイッターやフェイスブックで皆さんからの疑問や取り上げてほしい話題なども募集しておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。そしてテレ東ビズの YouTube チャンネルでこちら流れていますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ということでキャスター門谷明子の角が立つほど伺います。本日はここまでです。皆様ありがとうございました。